にちは、まえチャンネル萌え原です。今日はこちらですね。機関車トーマス。トーマス地図解デジウォッチです。これは、この時計にこのトーマス、パーチー、ジェームズのくっつき合えるって感じ？地世界だね。地世界。地世界で、トーマス、パーシー、ジェームス、どれかをくっつけても、どっちでもいいですね。そうだね、3種類に、3種類に付け替えができるみたいだね、うん、じゃあ早速あちらさん行きましょうか。はい。おお、いいね。じゃあ取り出すよ。はい。お、すごいじゃん、いいね。トーマスのブルーのバンドだね、これね、うん、トーマスの色だ。ブルーっぽい、うん、ブルーだ、ブルーい。ブルーだね。そしてこれがトーマスのカバー、パーシーのカバー、ジェームスのカバー、はい、これがトーマスウォッチだね。そうだね。でここに文字盤に3体いるね、うん、トーマス、パーシー、ジェームス。そうだね、うん、あこの蓋と一緒だね。そうだね、その3種類がここに載ってるんだ。あ、はいはいはい、バンドはバンドはこんな感じ、うん、トーマス&フレンズって書いてある。これがカバーのトーマス、パーシー、ジェームスだね。そうだね、かわいいね、どれもね、うん、いつものイラストのトーマスたちだね。そうだね。じゃあこのウォッチ、このカバーをつけてみようか。はいはい。チッコ、ついた。おお、結構簡単についたね。お、いいじゃん、いいじゃん。当て方はここを持って引っ張れば簡単に取れるね。あ、そうか。で、これを外すときは、おお、取れた。ひねってする感じだね、うん、これもいいじゃん、いいじゃん、いいね、いいじゃん。あ、やっぱいいね、いいじゃん。うん、ほら、時計自体が赤だからさ。そうだね、カバーと一緒になるといいじゃん、うん、ちょっとえちゃんの腕につけてあげようか。はい、はい、時間がありました。これ、今日からこれつけていこうかね。本当にカバー取れないね、意外と、うん、あ、意外と取れないじゃん、頑丈にくっついてる。そっかそっか。ちなみに対象年齢は3歳以上なんだね。そうだね、うん、よく知ってね、対象年齢って。はい、ということで今回は機関車トーマス、トーマス地世界デジウォッチでした。